この話は、大学時代に一致が体験した、世にも奇妙な物語です。大学の友達の家でのこと。何度も遊びに行ってて気にもしていなかったんだが、そいつの家ではある不思議なことがあった。玄関に上がる際に、靴を揃えない、という決まりと、俺がそいつの家のトイレに入ると、便器の底から泡が出てくること。泡は、でかいのが一発の時もあれば、小さいのが連続の時もあった。靴を揃えない決まりというのも、俺がそいつの家に初めて行った時に。あ、一応靴は揃えないでおいて。と言われたから勝手に俺が、そう思ってただけなんだが。ある時、間違って靴を揃えてしまったらしい時があるんだが、玄関から靴が消えていて、その友人が。あ、靴揃えた？ごめんごめん。ちょっと待ってて。と言って、2階から靴を持ってきたことがあった。そいつの部屋1階だし、そいつが上に持って行ったわけじゃないと思うんだ。可能性があるとしたらそいつの母親なんだが、いい人だし、なんとなく聞けなかった。普段くったくなく笑うそいつも、若干苦笑いしてて、不思議に思ってたんだが、何かがあるわけでもなかったので、暇だったので次の日もそいつの家に行った。普段通りゲームなんかをして遊んでて、なんとなく尿意を催してトイレに行ったら、いつもより出てくる泡の量が多かった。最初泡が出てきた時から、排水口に空気でも溜まってて、それがトイレに入った振動で出てきてんだろうと俺は思っていた。その時のも、たまたま量が多いだけなんだと思ってた。それからなんとなくだけど、そいつが靴を揃えないようにと俺に促すことが多くなってきた。玄関に入る前と、靴を脱ぐ前、という風に、俺ができるだけ間違えないようにしているような感じがした。親が宗教関係の人なのかなと少し怖くなって、ずっと気をつけていたんだが、大学2年生になってからのある日、また靴を無意識に揃えてしまっていたらしく、玄関から靴が消えていた。俺がやべえと思っていた矢先、友達も。マジか。どうすっかな。ちょっと待ってて。と言って2階から靴を取ってきた。その時の俺の靴は、両方とも絞った雑巾と同じくらいねじれてた。俺の靴は合成革で作られた割と丈夫な靴だったので、機械で絞るくらいしないとそうはならない。見てるよ。で？面白そう。靴がおかしなことになったことに関して、俺はショックより恐怖のがでかくて、正直油汗が半端じゃなかった。焦ってる俺に友達は、マジごめん。弁償するから。ちょっと外で話そう。と言った。そいつのことも少し怖かったが、家から一刻も早く離れたかった俺は、そいつの言う通りに移動して、近所の公園で飲み物飲みながら話を聞いた。信じてもらえるかわからないけど、あれやったのはうちの親じゃないんだよ。という話だった。あれは、なる人とならない人がいて、今のところ家族はなっておらず。被害者数は独立してる兄の知り合いを含めると、今までに5、6人が同じようなことになったらしい。初めて靴の雑巾絞りが起きたのは、小学生の友達を家に呼んだ時で、その時はその子の親がいじめだと思って怒鳴り込んできたらしい。でも、両親とも何のことかわからず、その時はとりあえず弁償して事なきを得た。被害に遭った奴は、ことごとく家に来なくなっていて、何度もお祓いの人を呼んでいるらしいが、特に何もないと言われ、本当に原因はわからないとのことだった。ちなみに、消えた靴は大抵ベランダに置いてあるとも言った。それで仲が悪くなったわけではないが、それから3年生に上がってからも、そいつと遊ぶときは外だった。被害に遭った他の友達同様、俺もそいつの家に入ることはもうないと思っていたんだが、冬にそいつとスケボーをしていたとき、土砂降りの雨が降ってきて、真冬にパンツの中まで濡れた。俺もそいつも寒すぎて体調的にヤバくなりそうだったので、意を決してそいつの家に行った。もちろん靴のことは忘れていなかったので、外でスケボー用シューズを脱いで入った。暖を取り、落ち着いてきたあたりでトイレに行きたくなった。友達に伝えてトイレに入ると、便器がこれでもかというくらい泡立ってて、泡の弾ける音と一緒に。おやうやうやうや。と声みたいなのも聞こえた。雑巾の記憶が強すぎて泡のことなど忘れていた俺は、ビビりすぎて漏らしそうになって、勝手にそいつの家の風呂場で用を足した。風呂場から戻るときはトイレの前を通るんだが、その時にはトイレは収まってた。謝ることも込みでその話をそいつにした。し
かし、信じてはくれるんだが、どうやらトイレの泡のことは知らなかったらしい。そいつも怖くなったのか、トイレ行けないと言い出した。しかもいつの間にか雨が大雪に変わっていて、電車も車も止まって帰れなくなった。失礼な話だが、正直そいつの家にいるのが嫌すぎて、歩いて帰ろうかなとも考えたが、マジで無理だと気づき、やめた。そいつの家の車、と考えたところで、そいつの両親から、帰れないので会社で泊まる、と連絡が来た。で、結局二人で泊まり決定。泣きそうだった俺を心配して、友達が、食塩でも盛り塩ってできんのかな、と言い出し、リビングから瓶詰めの塩を持ってきて、醤油用の小皿に盛り始めた。完成した中途半端な盛り食塩は玄関、トイレ、そいつの部屋の入り口に二つずつ。計6つ置かれた。置き方はスマホで調べた。気休めだったが俺はなんとなく安心して、バカな俺は夕方くらいに寝た。で、夜中に起きた。寝ぼけてる暇もなく俺は恐怖で目が冴え、すぐ横で寝ている友達を起こした。友達は寝たばかりのようで眠そうだったが、俺のことを思い出したのかすぐ起きた。なんかあった？と言われ、俺が否定すると安心したのか、よかったと言ってくれた。ほんといいやつだと思う。で、そいつは、で解放してくる。と言ってそのままトイレに行ったんだが、数秒後、ダッシュで戻ってきて扉を思いっきり閉めた。俺は走ってきた音と扉が開いた瞬間、心臓が止まりそうになったが、ギリギリ耐えた。話を聞くと、外で叫んでる奴がいるらしいとのこと。俺たちは夕方寝た時からつけっぱなしだったテレビを消し、耳を凝らすと、やーやーやーいなー。もう一度心臓が止まりかけた。俺はそいつの声を聞いたことがあった。トイレの中から聞こえた声のイントネーションに限りなく近かった。怖いこと続きで我慢できなくなった俺は、泣いて友達に死にたくない助けてと言った。友達も、マジかよー、と泣きそうだった。その時は一生出れないんじゃないかと思った。で、俺も友達も気づいたら朝だった。どうやら寝たらしい、というか恐怖で気絶したんじゃないかと思ってる。で、その時には声もやみ、雪もそこそこ溶け、そいつの母親が帰ってきた少し後に、スンスン泣きそうになりながら、お邪魔しました、と言ってついに家を出た。友達は、これから遊ぶ時はお前ん家の近くにしよう、と若干泣きそうだった。玄関を出たところで、雪に埋もれたであろう俺の靴を探したが見つからない。あいつの影が脳裏をかすめて悟感が走った。多分夜に外で叫んでたあいつは、また俺の靴に何かしたのだろうと思った。友達は慌ててベランダに走ったが、ないよ、と言った。見つからないのも怖いので少しあたりを探し、やっと見つけ出した。それは、丸い氷の塊に包まれた、二つの布とゴムのスクラップボールだった。俺の硬いスケボー用シューズは、雑巾絞りの時よりも強い力で、雪と一緒に子供用野球ボールくらいの大きさに固められてた。それで本当に帰り始める際、その塊は向こうでお祓いに持って行ってみるということで預けた。家まではそいつとそいつの母親が車に乗せてくれた。途中何度か吐きそうだったが、なんとか家に帰った。礼を言って別れ、自分の部屋のベッドに横たわると、ほとんど眠っていたはずなのに疲れ果てて自室で寝た。夜に起きて、昼夜逆転かなとか思ってたら、そいつから電話がかかってきた。ああ、もう落ち着いた？何もない？と言われ、大丈夫だよと返したら、そっか、ならよかった。あ、と途中で言葉を切った。それからしばらく経って、そいつとうちの近くで遊んでいる時に、その時の話になった。怖かったなぁ、なんて話をするくらい俺が回復したのを見てか、そいつが言った。今更になって言うんだけど、というか、すぐには言えなくて黙ってたんだけど、あの時、靴ボールが透明な何かで固まってたじゃん。あれ、森塩に使った塩の塊だった。終わり。面白かった。文見直さないで書いてるから、おかしいとこあるけどそこはスルーで頼む。後日談はなんかないのかね。お祓いしたんだろ？これまで通り何もわからなかったらしいわ。これまでお祓いに呼んだりした人たちが雑魚なのか、そもそも霊とかじゃないのかもわからん。そいつの地元は二度と行かないつもりだし、そいつはそろそろ家出るらしい。
書いた俺自身説明できなくて申し訳ないんだけど、とりあえず言えるのは、竹のしきたりみたいなのには、一応従っておいた方がいいぞ。他の友達で、仏壇みたいな奴の近くであくびしたら、囲まれて宗教入らされた奴いるしな。ハンターハンターの薬剤思い出したけど、なかなか良かった。最近乱立してたクソスレなんかよりもずっとずっと良かった。好きです。面白かったです。靴ボールは透明なのか粉なのかどっち？雪とか塩の表現と、透明な何かとか氷の表現があって、いまいち伝わらない。半透明の白い玉って感じかな。多分凝縮されすぎて岩塩みたいになってたんだと思う。なんで靴が絞られてるんだろうな？靴絞りフェチなんだろか？正直何がしたかったのか見当もつかない。俺自身には被害なかったし。でも、あの力で俺を絞りに来たら絶対に死ぬ。この後もイッチとスレミンたちの話し合いは続くのでした。